どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。デルダの伝説ブレスオブザワイルド実況プレイ始めていきたいと思います。ではあそこか、違うな。ん、何の光だあれ。まあ、とりあえずこっち側に向かって飛ぼう。よいしょ。あの光なんだマジで。いや、でもあの光ではないよな、さすがにね。え、あの光なのか。まあいいや、とりあえず行くしかないよな。こっち側で合ってるはず。一旦着地。そうだね、合ってるね。よっ、よいしょ。いいねー。さっさっさっさと。なに、あ、びっくりした、焦るって。オッケー、じゃあ新しい大地行くよ。マジであれ何あれ何、行くよー。よいしょ。とりあえず塔に登って地図を新しくしなきゃいけないんだよね。ハイラルの大地着きましたよと。ここからなんですけど、とりあえずまず塔を探しましょう。シーカータワー、シーカータワーだよね。そこに行けばここの地図が開かれるので。なんだあれ、なんだ。うわ、めっちゃ敵いる。いや、無視するけど。びっくりした、なに、やめてよ。戦うか。おいしょ、おいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、オッケー。何してんの、何してんの。なんかあるわけではなさそうだね。めっちゃ木の矢くれるやないかよ、お前めっちゃいいやつやん。そんなことよりよ、うざいなお前、ムカつくな。おーち、よしとんねん。たけがよ、よいしょ。弓欲しい、ないか。あったあったあった。なんだ、特に何もないな。どこだろう、こっちに行ってみるか。あれではないよな。うわーすごーい。あれはだって、うん、そうだね、あのもともといたところの塔だから。新しい塔に行きたいんだけど、なんかやっぱ行ってみたくなっちゃうよね、こんなとこにあると。ハイラルの宿所。やばいやばいやばい、あいつ強い、あいつ強い、あいつ強い、マジ強い。やばい、お前強えんだわ、お前強いからやだ。あー、やべえ、来るやん、めっちゃ。待てよ、じゃあどつき回すかお前。はい、危ない、危ないです。ナイスラッシュ、いけいけ、バカ、死ぬ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 で。あ、焦る、弱いな、錆びた剣、うん、弱いな、弱いからいいや。うわー、あのでけえの杖だろうな、きっと。ちょっとレベルが違うのか、やっぱり。鼻かゆ、うわ、いる、なんかなんかいる、あれはやばいな。ちょっと怖いんで逃げます。
塔に行きたいんだけど、塔に。あれは違うか？あれは違うな。ピンを削除。あそこではない。この橋渡りますか一回。あのでかいやつやばいな、きっと。やばやば、バカ強えやつまだいるやんけ。ちちちち、戦いたくない戦いたくない戦いたくないです。クールな、お前だったらまだいいわ。おりゃおりゃおりゃ、なんだなんだなんだ、くわ。あれ、祠あるんじゃないですか。ちょっと祠行きますか。じゃあバシリバシリアコの祠、なんだなんだ、祠あるじゃないですか。よし行きますか。ほんと、祠調べて、ストーリー進めていくみたいな感じのゲームなんだろうね。いいね、いいね。祠行けたのはでかい。次、ハートもらった方がいいかね。4つ揃えたとき。風の導き。また難しい。めんどくさいな。あ、なるほど。よいしょ。なんで、なんで壊しちゃうの。俺 B 押したつもりだったんだけどね。よいしょ。ギリいけないか。ギリいけないか。まあでもこういうことだよね。あのこのパラグライダーみたいなやつをうまく。なんで、いい感じに2回連続押さないといけないんだよな。よいしょ。ちょい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 、なんでやねん。よいしょ。オッケー、ナイス。琥珀。これ何使ってたんだっけ。めっちゃ琥珀欲しいわって覚えてるんだけど、何に使うか忘れたと。よいしょ。でこういって、はい、んでまあ合ってるんだろうけど、そうだよな、あるよな、やっぱり。あそこの風からカットいくのかな。え、でも帰れなくね。え、大丈夫これ、帰れなくね。そうだよな。よいしょ。死んだんだけど。ちょい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 。いけねえじゃん。あ。無理だな。ってことは、やっぱあの風の勢いのまんま行く的な？いや、その説しかないな。いきますね。ほっ、こうでしょ。違うんだ。どうやって行くのそれ、お前。マジでわかんないんだけど。もう難しいギミックだな。やばい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 、あっぶねー。風に乗ってくれ、風に。風に乗ってくれよ。いけたでしょ、いけた。ちょいちょいちょい。どうせ琥珀とかそんな感じなんだろうけど、まずいな、死ぬじゃん。死ぬじゃないですか。はい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 。どうやっていくんだあれ。こっから飛ぶとか。届け、届け、届かねー。あ、待って、これで乗れた判定ならない。
無理か。どうすりゃええ。頼む。キャー、なんていけんの。なんでなんだよ。俺の命が削られていくんだけど。やばい、次死ぬって。ちょ、豚に使いたくないんだけど。こっから飛んでみる説。いや、そんな意味ないもんな。助走つけるとか。ほっ、あ、来た。やったぜ。もうギリギリじゃねえかよ、設定がよ。え、持ってないな。でかい。なんでもいいんだけど。あ、待って。あー、くそ。マジでむずい、これ操作。もう本当に。よっしゃ、オッケー。ギリギリじゃねえかよ。もうこんなとこで時間なんて使わんでいいのに。よっしゃ、いきますか。はいはい、オッケー。どうもー、来たぜ。長かった。はい、スキップしていきましょう。克服の証ゲット。はい、同じことしか言わないおじさんね。で、次よ。タワーに行きたい。シーカータワーに行きたいんだ。シーカータワーに行けるか。おお、そう、乗ってる。でかっ。何ゼノブレイド、何のコラボ。こっち側渡っていきましょうか。なんかいたらどうする、この橋に。あるぞ、タワーが。来た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 。あれ登ろう、あれ登ろう。どうも、世も末だぜ。嫌な予感には慣れっこだけど、今度嫌な予感はいつにも増して、うん、お前見かけない顔だけど何者だ。まあ誰だっていいか。独り言にも飽きたし、ちょうどいいや。お前地面から生えてきたものを見たか。なんだ、キノコじゃないで、塔の話だ。あー、はいはいはい。それもどうやらあの世界、あ、この世界のあちらこちらで同じことが起きたらしい。おかしな話だ。それだけじゃない。昔から寂れた祠が急に光り出したんだ。わかるか。まあそんなこともあって、あれの様子を見に来たってわけだ。いきなり動くか。あれ、あのあれでしょう、ガーディアンね。そう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 。お前ハイラルの昔話を知らないのか。あそこにあるのが見れるだろう。壺をひっくり返したような形のあれだ。実は俺、動き出したあれを見て、あれに見つかって追いかけ回さ、まあ動くやつもあるんだよね。いや、そこにあるのは、あるのとは別のあれだ。ここから城の方に向かう途中にある森の手前だったかな。見つかると赤い光が飛んでくるんだぜ。ああ、これで俺もおしまいだって、さすがにあの時は覚悟したね。それでもギリギリなんとか、なんとかギリギリ森に逃げ込むことができたんだ。俺運動神経が、いや、そうじゃなくてついていただけさ。なんでもハイラル城の周りにはそんなガーディアンがうよよしている、うよよいるらしいと。全然読めなかった。うわー、いるじゃん、なんか。うわー、あの青色のゴブリンが鬼強えからさ、とりあえず防護ね、なんとかしたい。え、待って、うん、オッケーオッケーオッケー。あそこで合ってます。しゃがまなくていいから、レッツゴー。なんかまたゴブリンの巣があるな。うわー、またあの青ゴブリンいますよ。あいつどちゃ強えからな。ここなんだ。
すごい神秘的、初めて見る。進め進め。何分だ、15分いっちゃったか。まあいいや、ここら辺で一旦終わっておくか。あ、これなんか、あ、違うか。あ、出た。待て、はい、拾う。あいつ殺そうか。よいしょ、いって。なんでやねんお前、痛い痛い。はい、オッケー。いつ出てきたあんたら。はい、よっしゃ、ナイス。弓が使えなくなっちゃった。では一旦ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。